ATM に立ち寄らなくても駅の券売機で現金を引き出せるようになります。スマートフォンに金額を入力して QR コードをこちらにかざすと現金が出てくる仕組みです。東急電鉄は各駅の券売機でゆうちょ銀行と横浜銀行の口座から現金の引き出しができるサービスを来年春に導入すると発表しました。 ATM に立ち寄らなくても駅で現金を引き出せる上、暗証番号の入力も必要なく、 ATM に比べ時間の短縮ができるということです。